フェルディナンド・ロアベはフランスの画家、版画家である。19世紀後半の画家であるが、18世紀のファッションをまとった人物を描いた作品が人気となった。ガール県のユゼスで生まれた。父親はカフェと飲料メーカーのオーナーで、1846年に家族はリヨンに移った。リヨンの国立美術学校で版画を学び、1863年に、 父親が亡くなった後、妻とパリに移り、アカデミック絵画の画家、ビベールに学び、美術館で巨匠たちの絵画を模写して修行した。経済的に苦しい生活に耐えた後、1865年にサロンドパリに2点の絵画を出展し、翌年作品の一つが、フランス第二帝政時代の社交界の重要な人物であったマチルド・ボナパルトに高額で買い上げられて、 画家としての地位を築き、18世紀のファッションの人物を描くようになり、月に3作の作品を描いて、定額の報酬が得られる契約が得られた。不屈戦争のパリ包囲戦の後、ベルギーやアルジェリアを何度か訪れた。当時の顧客の好みに合わせて多くの作品を描いて、アメリカでも人気のある画家になった。1893年にレジオンドヌール勲章を受訓した。 ありがとうございます。